What's up, my homies? It's Hina here. 今日は1日100単語頭にぶち込む方法を紹介していきたいと思います。これは特にTOEICに向けて勉強してる人の動画になるねんけど、英検だとか単純に単語力を伸ばしたいって人も使えるので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネル見てくれてる人で、TOEICで高得点目指してる人って結構多いと思うねんな。で、その中でも600点以上を目指してるならもう絶対に見てほしいです。今日はマジでこれ案件とかじゃないねんけど、うちがめちゃくちゃじゃあいいアプリ見つけたから紹介していきます。最近動画のコメントでよく多いんが、あとうちが英語を教えてるひなキッズって呼んでんねんけど、ひなキッズからも質問が多いんが、TOEICとかに向けてどの参考書を使えばいいのとか、中でも最もよく聞かれるんが、このキンフレっていう有名なフレーズの参考書があると思うねんけど、これの使い方を教えてほしいと。このキンフレやねんけど、これうちが20歳の時に TOEIC 満点取った時も実際これ使っててんな。これを使う上で一番効率的な使い方っていうのがあるから説明していきたいと思います。そもそもキンフレってどういう参考書なんかをまず説明していきたいと思うねんけど、まあ正直めちゃめちゃいい点もあるけど、なんでやねんっていう悪い点もこの参考書はあります。なので行きましょう。その前に少しうちの自己紹介させてください。うちは20歳の時に TOEIC 満点と英検1級取って、今は慶応大学の経済学部に通ってて、英会話スクールも運営してます。英語と本気に向き合うまではもうフラフラしてた人生やねんけど、英語をガチで頑張ったからこそすんごい自信はついたし、コミュニケーションの幅だとか仕事の幅だとか、そういうのがめちゃくちゃ広がりました。で、うちはこういうメリットを少しでも皆さんに感じてほしいから、こうやって動画で発信してます。なので、TOEIC に向けて頑張ってるとか、英検取りたいとか、単純に英語を話せるようになりたいとか、少しでも思いがあるなら、ぜひチャンネル登録お願いします。このチャンネルでは英語を楽しくかつ効率よく勉強できる方法を発信してます。あと、概要欄にあるうちの LINE を追加してもらったら、この YouTube では発信してない TOEIC の実際のリスニングの問題を使って、発音の分析をしてリスニングの練習をする動画とか、 TOEIC を受けるなら絶対に押さえておくべき単語とフレーズ、これまとめたチャートとかがあるんで、よかったら勉強に役立ててください。はい、それでは行きましょう。まずいい点から話していくと、このキンフレは TOEIC に出てくる単語がめちゃくちゃ入ってます。これ1000個あるんですよ。結構ちっちゃめの本で890円で安いねんけど、1000個単語が入ってます。で、これレベルで分けられてるんよね。 TOEIC 600点レベル、730点レベル、そして860点レベルみたいな感じで、レベル別で単語がずらーって載ってます。で、600点目指してるなら、キンフレで必要なのはこの中の400個だけやから、もうすぐテストが迫ってきてあんま時間ないよって人は、とりあえず自分の目指してるレベルの単語のセクションだけを勉強してください。はい、じゃあ早速行きたいと思います。うちがキンフレ好きな理由は、フレーズから単語を学ぶっていう構造がこの本では成り立ってるからです。単語を勉強するときに、単語1個単位で単語と日本語訳、それだけをセットで覚えてたら、実際TOEICの問題に出てきたり、リスニングの問題に出てきたら、その単語の意味しか理解してなかったら、マジで意味がないわけ。ちゃんと単語はどういった文脈で使われるのかとか、ちゃんと例文も活用しながら単語を理解して活用するっていう勉強方法をしてほしいです。これはひなキッズには毎日叩き込んでます。キンフレはフレーズセットで単語を覚えるようにできてるから、めちゃくちゃその点ではおすすめです。これさらにこの例文を参考に自分の文章を作ってみるっていうのもめちゃめちゃ大事です。単語ってどうしても参考書の情報だけを読むっていうインプットだけの勉強になっちゃうから、ちゃんと自分で文章を作るとか声に出して読むとか、ちゃんとアウトプットの練習もしてあげないと頭に定着しにくいです。これできひんやつは根性焼きです。これもう一個キンフレ好きな理由は、解説がシンプルでめちゃめちゃいいよね。 Accept an offer やねんけど、 Accept はまあ動詞の受け入れるっていう意味ですと、そのまんまシンプル。その他に解説で Acceptable 形容詞、受け入れ可能な許容レベルの、これさらに Accept の形容詞は Acceptable だよっていうことも書いてくれてて、さらにその例文とかも書いてあるよね。だから全部ではないねんけど、一つの単語に対して何個か例文が挙げられてて、これを参考に勉強してほしいです。この点はめちゃめちゃいいねんけど、ただキンフレの残念すぎる点もあるねんな。もうなんでやねんっていう悪い点から話すと、まずキンフレって日本語から英語に訳して解いていくっていうスタイルになってんねんな。でも TOEIC って全部問題英語なんよ。だから日本語の文章を読んで英語に訳すとかそういうの一切ないわけ。だからつまりこの本でやってる日本語を読んで英語にするっていうスキルは全く必要ないわけ。さっきの例に戻るけど、オファー受け入れるっていう日本語から、あー Accept an offer ねってなるより、 Accept an offer っていう文章を見て、あ、
オファー受け入れるっていう意味ねって考える方がやっぱしっくりくるし、英語の文章を読んで日本語で理解するっていう方がトイックの対策的にはそっちの方がためになるわけ。これがほんまにも残念すぎる点やから、結論、この参考書は使わなくていいです。この本の中身はめちゃめちゃ優秀なんよ。ただこの本の構成というか問題の解き方がうちはマジで嫌い。だから代わりにこの本のアプリを使ってください。これうちがトイック勉強してる時はこのアプリのこと知らんかってんけど、このアプリ知ってたらもう全然ちゃうかったなってめっちゃ思う。なぜアプリの方がおすすめっていう話やねんけど、さっきうちが言った日本語の文章を読んで英語にするっていうよりは、英語の文章から日本語にするっていう練習ができるからです。アプリは英単語 by 物書き堂っていうアプリの中のキーフレを650円ぐらいで買えます。これ本は890円プラス税やから、実質アプリの方がちょっと安いって感じで、これはするべき自己投資やと思う。これ案件じゃないからマジで安心してほしい。これ内容は本と全く一緒やねんけど、一つのセクションに10個単語があります。これ一つの単語セットを開いたらこんな感じで、フレーズを覚える、覚えたフレーズを確認する、問題にトライするっていう3つのセクションがあるんよね。まずはフレーズを覚えるからチャレンジしてみてください。ここの設定の仕方が大事で、英語の文章が出てきた後に日本語訳が出てくるっていう風に設定してください。設定方法はこんな感じで OK です。こんな感じで英語のフレーズが出てきます、日本語が出てきます、解説も出てきますと。これさらにいいのが音声もついてるんよ。だからここ音声も聞いて、実際自分もネイティブの発音で真似れるように頑張ってみてください。トイックってリスニングの配点半分やから、リーディングの部分のための勉強するだけじゃなくて、もうついでにリスニングの部分の勉強も一緒にしちゃってください。ネイティブのように発音できたらそれを聞き取れるようになるから、単語暗記するっていう目的じゃなくて、ちゃんと聞き取れるように、自分も話せるようにっていう過程もちゃんと踏んでください。これ音声を遅くしたり早くしたりすることもできるんで、うちは通常のスピードで練習してって言ってます。どうしても聞き取りにくいとか発音しにくいっていう時は遅くしてみてください。これフレーズを覚える、覚えたフレーズを確認する、問題にトライするっていう3つのセクションがあるねんけど、これアプリがちゃんと自分が復習できるように進めてくれるんよね。この本だけ持ってたらもうなかなか復習とかめんどくさいからサボっちゃうやん。このアプリ使ったらアプリが一緒に復習できるように進めてくれるから、その分気が楽やし、もう強制的に復習させられるから、もうめちゃめちゃいいよね。一番おすすめな進め方としては、まず一通りフレーズを覚えるのところを一周しましょう。でその後に覚えたフレーズを確認するっていうセクションをやって、ここで間違ったか間違ってないかってバツと丸で選べるんや。間違ったら正直にバツをして、正解したら丸を押す。でこれなんで大事かっていうと、いっぱい単語があるから、ちゃんと自分の分かってる単語と分からん単語を仕分けする作業がめちゃめちゃ大事なわけ。これめちゃめちゃ優秀なんが、ホームページに戻ったら単語帳っていうセクションがあるねんけど、そこで実際自分が正解した単語と間違った単語を見れるわけ。こんな感じで間違った単語だけを絞り出して、苦手なやつだけを集中的に攻略することもできるし、自分のできる単語と苦手な単語を一瞬でアプリが教えてくれるわけ。これ本使ってたらなんか丸したりチェックしたり、もう結局ぐっちゃぐちゃなるから、アプリの方が整理はしやすいです。これうちがおすすめする目安は、ガチで600点以上取りに行きたいって思ってるなら、とりあえず1日100単語目指してください。これアプリやったら隙間時間とかでできるわけ。本とかさ持ち歩いてたらもう正直開くんがだるいやん。電車とかであんま開きたくないやん。だからアプリでコンビニのレジで待ってるとか、電車待ってるとか、ドンキでタムロしてる時とか、もう何でもいいからパッて開いて解けるっていうのがめちゃめちゃ魅力的な点です。無意識にインスタとかさ TikTok とか YouTube とかで脳死でいろんなもん見ちゃうと思うねんけど、その時間をもう5分でもいいから1セット10個単語やる。とりあえずこのキーフレのアプリを開いて単語に触れるっていうことをしてほしいです。まあ YouTube 見るならこのチャンネルだけな。うちあんまアプリとか詳しくないんやけど、もうこれめちゃめちゃいいよね。この本にも無料のリスニングのサイトみたいなのがついてるねんけど、このアプリ使った方が一つの中で単語帳、リスニング、日本語訳全部見れるから、しかもその中でさらに自分の苦手なやつとか正解してるやつとかを全部分けてくれるわけ。これはめちゃめちゃいいと思います。だからうちが1日100単語トイックに向けて勉強するなら、このアプリを使います。1日100単語ってことは10日あれば1000単語、10日でこの本コンプリートできるんで、ぜひチャレンジしてみてください。うちこの本もう一つ好きな理由は、解説がクソおもろいっていう。この
この本というか、このキンフレを作った作者のメモやと思うねんけど、例えば、conform to international standards。 国際基準に合わせるっていうフレーズがあったら、その横の解説に、保育の世界には国際基準を満たすため不正を行う社会は存在しない。とか、my persistence paid off。 私の粘り強さが実ったっていうところは、保育の世界では何かを諦めて途中で投げ出す人は存在しない。みたいな。めっちゃおもろないこれ。ツッコミどころが多いというか、保育の世界ってめちゃめちゃ平和なんよ。その他に、保育の世界では公共料金や家賃を滞納する人はいないとか、トイックの世界ではサービス残業はなく、ちゃんと働いた分の残業代が出たり、有給休暇が増えたりするとかさ、どんだけ平和やねんっていう。トイックに登場する店は、世界不況でも常に商売繁盛とか。なんかめっちゃおもろいから、こういうクスッと笑える解説も含んで、英語の勉強楽しんでもらいたいなって思います。こういうトイックの世界でのルールだとか、トイックの世界がこんなに平和やから正解これかなとか、多分ヒントになるようにちゃんと解説書かれてるから、解説も見逃さずに読んでください。今日はこんな感じで、キンフレの使い方、これじゃなくてアプリを使ってください。このツッコミ満載なトーイックの世界の解説込みで面白いんで、1日100単語目指してください。ちゃんと英語のフレーズを読んで日本語で答える。その上でちゃんと音声も使ってリスニングの練習もついでにする。重要な点なんで忘れないでください。はい、では今日はこんな感じです。 See you guys!